はい、こんにちは。今日はやっとやる気になったんで、ちょっとこれの続きをやろうと思います。ボックスのレッドミラージュのプラモデルになります。組み立て方がちょっとガンプラと違うんで、作りたいけど難しそうみたいなイメージだと思うんですよね。なんでどんな感じの組み立て方かをちょっとやっていこうと思います。まずはめ込みじゃないんで接着剤が必要です。あの流し込みタイプを使ってます。ということでやっていきます。18、目が見えなくてな、もん。どれだ、最近極端に視力が落ちた気がする。結構適当です。18と17、まあランナーから切るのは同じですね。いいニッパーも欲しいんだけど、なかなか高いから買ってないんですよね。アマゾンで買った安いニッパー使ってます。切れ味も重要なんですけど、このここの面の平らさも結構重要ですよね。これの方が切れ味あるんですけど、こっちの方がね結構食い込んで切れるんで、ゲート処理が楽というか。と C の10、接着なんで向きが、こうか、そんなに難しくないですよ。ただこの接着剤すごい溶けちゃうんで、あのなんていうんですか、こっちの外面について手で触っちゃったりすると、もう指紋の跡がついちゃったりとか、その辺は厄介ですけど、まあ、ちょこっとつけて。こういう接着剤って多分昔のイメージだとなかなかつかないみたいなさ、すぐ取れちゃうとか、俺ら時代だと。今のはね、すごい強力なんですよ。なんかね、溶接したみたいにくっつくんですよね。しかももうついちゃうという、わかんねえな。すげえ手間かかりそうなイメージなんですけど、そうでもないんですよね。初めて作った時はちょっと苦戦しましたけど、理屈が上がってないから。ここもか、結局ここがちょっとダボになってて、で今塗ってくっつけたじゃないですか。ほら、もうついちゃう。まあ、完全に固まってはないですけどね。とりあえず手が離せるっていうのだけで、かなり楽ですよね。で、この合わせ目、にまたこれを、ちょこっとやればシュッと流れ込むんで、あの、墨入れの液みたいに。ただこの流し込んだ時にまた溶けるから、またポロッと取れたりするんですけど。ほら。これでも太ももの走行完成です。意外と簡単でしょ。で、これが多分ここにつくんだと思うんですけど、あれ、
後ろだね。でさっきつけたこのちっちゃい出っ張り、この出っ張り部分がこの穴にくっつくんで、またこの穴の部分にちょっと接着剤つけてピュッてやればついちゃうという。でレッドミラージュなんで、この装甲がちょっとね半透明っていうか、中の装甲が微妙に透けるという。なんか今年クリアバージョンが出ましたよね。あれちょっといいなぁなんて思ってるんですけど、さすがにそんなにいっぱい作ってもな。この白いパーツが全部透明なんですよ。だから中が全部見えるっていう、中を作り込んで走行がスケスケみたいのもいいなぁと思ったんですけど、よっぽどやることなくなったら買おうかな。あとはこの辺もやっていきましょうか。なんで割とサクサク組み立てられるんですよね、今みたいな感じで。これはくるぶしのとこの装甲をちょっと1個作ろうと思います。 F の1と F の4、もう自分はゲート処理とかね、もうよっぽど目立つとこ以外はやらないです。見えないところとかはもう超乱雑。7、でこういう感じに穴が開いてるんで、合わさるとこに最初は仮付けでちょこっとやるじゃないですか。あとね、初めて作るときはこのなんつうんですか、はめちゃって完全接着しちゃってまた外さなきゃいけないってなったとき困るんで、点付けで、この接着剤点付けでも結構強いん で本決まりしてから流し込んでさ、本付けみたいな感じがいいかもしれないですね。まあ、明らかにバラさないのが分かってんのはちょっと多めにつけて、キュッとで、この本付けの時にこのゲート跡のとこに、あえてゲート跡のところから流し込むと。そうするとあのゲート跡も多少溶けて、なんつうの、白化とかが目立たなくなるんで。で、このパーツがどこにつくかっていうと、このくるぶしのとこですね。この接着剤がね、ほんと噛みすぎてね、手放せないですよね。ガンプラって接着剤使わないですけど、あの折れた時とかエナメルで割れた時とか、あの完全に真っ二つに割れなくてもこうひびが入ったりするんじゃないですか。であれほっとくとどんどん大きくなっちゃうんで、ひびが入ったらもうこれをそのひびのところにちょんちょんとつけてやってシュッと眺めで込むんで、もうそうするともうそれ以上ひどくならないんで、これは絶対持ってた方がいいです。で、本当はね、この S じゃなくて SP っていうのがあるんですよね。最近もうね、ずーっともうここ1年2年手に入らなくて、一応1本持ってるんですけど、こっちの方が強力なんですよ。もっと早く、速乾で。これでも早いのに、それより早いみたいな。それより速くて強力
ガンダムのアンテナとか折れちゃったらもう接着剤ですけどまたすぐ折れちゃうじゃないですか、普通。これでやるとね、ハイグレードのあんな細いアンテナとかでもくっついて治りますからね。やばいです。一応これね、8月過ぎぐらいに再販する予定らしいんですけども、2年、2年以上待ってるな。こっちが先に再販なんで、瓶が変わったんですよね。瓶が変わって、多分液もちょっと変わったんだろうな。前より使いやすい気がする。で、これの SP が来たらもう2、3本買っとこうかな、みたいな。また手に入らなくなる。あと、マークセッターも変わったんですよね。これ、マークセッターって沈殿するじゃないですか。なんかね、沈殿しないタイプになったんですよね。ほら、半透明の。こっちは沈殿しちゃうんで、まだこれは使ってないんでどうだかわかんないですけど、これも結構転写がいっぱいあるんで、これそれで使ってみようと思います。使い心地はまた報告します、変わったかどうか。ということで、今日がどこまで進むかな。立つところぐらいまでは作りたいですけど、じゃないとね、ある程度、なんつうんですか、やっとかないと、めんどくさくなっちゃってもさ、そのまま放置とか、そうするともう、ランナーが片付かないし、ね、何がなんだかわからなくなっちゃう。もうね、でもあんまもうランナーないんですよね、あと、外走行。これは手のパーツですね、ハンドパーツ。外走行と内部フレームもなんだかんだあともうあと手とか腕とかの内部フレーム、あとこれかクリアパーツなんで順番にこう表と裏を接着して、表と裏を接着してどんどん組み立たっていく感じですね。なんかそんな難しくないですね。可動式にする場合はこのここにポリキャップが入って二重関節 で今回は固定関節にしました。もう一機の方が可動式になってるんで、もうこれはもう立ち姿はもう固定なんで、ポージングに困らないのと、股が開いちゃったり膝が曲がっちゃったりとか足首がぐねってなっちゃったりとか一切なくなるんで、上半身だけでいいだろうみたいな。で、最初の頃はね、接着がやっぱビビってそんなつけなかったから、後からポロポロしたんですけど、ほんとなんていうんですか、これ全部走行とか一枚一枚接着剤ついてるんですけど、ほぼほぼポロポロしないです。すごくないですか？このアンテナとかも接着剤ですよ。とか言ってポロってすんだよね。結構強固についてるから、勝て。首輪取るのやめとくか。首輪ポリキャップでハマってますけど、まあほとんど動かないですよ。ちょこっと表情付けができるぐらい。上下と。まあフィギュアみたいなもんですね。まあでもね、めちゃくちゃかっこいいっすよ、これ。ほんと、素組みでも。今、素組みにちょっと墨入れ。まだ拭き取りが、あれですけど、結構情報量多いんですよ、このモールドとか。すっごい細かい、なんつうのかな。わかるかな。すんごい細かいモールドとかがね、すんげえいっぱい入ってんですよ。で、ガンプラでこんなに浅くてさ、細かいモールドがあると、墨入れで拭き取ると全部取れちゃうじゃないですか。
でもね、これはね、なんかモールドが角張ってんだかなんだか知んないけど、ちゃんと残るんですよね。これもね、ここに、わかるかな？ここに細かいモールドが入って、ほら。こんなちっちゃいモールドだとさ、墨入れできないじゃないですか。今やってみましょう。あ、今できねえな。乾いてから拭き取んないとさすがに。あれなんですけど。あ、まあ、入れるだけ入れてみようか。墨入れをやったことない人用にも。まあ、こういうマークが、マークっつうのかな。あ、片側しか入ってねえんだ。これ左右あんな。もう左右が分かんなくなるんで、この説明書さ、ガンプラと違ってこう右と左と別個別に説明してないから、組み間違いに注意ですね。順番にやっていかないと、どれが右でどれが左だか分かんなくなる。そういうのもあるんで、最初は点付けにした方がいいと思います。さっきつけたやつどうなった？ほら、もうさっきつけたやつさ、ちょんちょんしかつけてないのにもうこんな勝てんだぜ。もう取れねえよ、手で。本気でやればバキッて取れんだろうけど、もうね、溶接に近い、あの金属とかの。このグレーの装甲もこう2枚合わさったのがパカッてはまってるだけなのに、もうがっつり。前はね、内部フレームとか金とかゴールドで塗ったりしたんですけど、今回はやってないです。結局見えないんですよ。見えなくなるのは寂しすぎるんで。ということで、この後ちょっとなんとなくやっていきます。以上。